はい、ということで、またですね、新たなゲストをお迎えして、今回セイザークオンに加えてですね、宮本プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半も終わりまして、今後半なんですけども、まあ、やっぱりですね、皆さんのこうショット見ててドライバーがやっぱ命だと思いまして、もうずっとレクチャーいただきながら僕はどうしても曲がるみたいなことんいや、そんな簡単に曲がったら僕たち仕事がなくなるんでこのぐらいで信じてください、まあ、そうは言ってもやっぱりこう基本的なフォームを何かしら絶対あると思いますし、はいはい、まあ、やっぱりこうね飛距離もどうしても欲しいのでみんなこう突っ込んじゃうんですけど、まあ、ドライバーはねゴルフのアドバンテージ一番必要ですからね。そうですよね。飛ばさないと嫌だっていうアマチュアの人いっぱいいますからね、はい、僕もそうですけど、スコアダメでも飛んで帰りたい。そうです、そうです、そうです。そういう人多いですよね。そうですよね、はい、白から今日はい、打っていただいてるんで、280ぐらい、286ヤード入っております。まあ宮本プロだったら普通になっても乗るでしょうね。え、そうですね、基本的には乗ると思います。はい、じゃあちょっとこうね、レッスンも受けながらね、はい、よろしくお願いします。飛ばしの秘訣ですね。はい、まず飛ばすためにはね、体重移動も大変必要なんですけど、結局スイングの軸というものがずれちゃいけないんですね。だから宮本君の場合もそうなんです。構えましてがっちりしてますよね。で上げてってください。トップスイング上げた時のこの背中のねじれですね、下半身と上とのこのねじれがあればあるほど雑筋と一緒なんで絞られるんですね。しっかりと右にウェイトしてこのねじれ、そしてこのままクラブが軸の中で回って最後までこういく。パワーがある人っていうのは自然にもうやってやるようにこうなったりすると良くないですね。これがしっかりとここに乗って右サイド乗る、それでこのねじれ、これがあればもう簡単にクラブがストーンって左に行きます。それで軸の中で行けばいい、これだけです。軸を作るためにはどうしたらいいんですかね。まあ、一番いいのは構えた時に下半身がどっしりして上体の力を抜くことですね。どうしても飛ばそうとすると肩に怒り方になりますよね。そうすると肩ってひねれなくなるんで、もうしっかりとどしっと構えて上体の力を抜けるようにして背中をひねる。宮本君とかそうなんですけど、しっかりしてますけど、パワーのない人はしっかりと右にウェイトして完璧にこっちに回ってもいいですよね。そして体重移動をしっかりして左に乗せるっていうのはね、右から左、歩く動作と一緒なんで、バックスイングが右、フォローは左ね。一旦甘なじの方はバックスイング左、フォローが右、こうして多くないですか。これでは飛びません。飛ぶ人はドンドンですね。どうなの本当に。オーバーしましたか。はい、大きかったちょっとグリーン出ましたけど、まあまあいい感じいや、やっぱりこのフォアカレーでのゴルフ気持ちいいですね。特にやっぱ寒い日本から今こっちやってきて、ゴルフやらせてもらってますけども、体もよく動くし怪我もしにくいし、ゴルファーにとってはもう最高の場所だと思います。ぜひ皆さんもハワイでゴルフを。